Hi friends, Yorchin here. 今日は自分の留学の経験をもとに留学前にやった方がいいことをいくつかご紹介します。まず僕の留学の経歴としては、大学1年生の時にオーストラリアのメルボルンに語学留学に行って、大学3年生の時にアメリカのウースター大学というところに交換留学に行きました。で、大学卒業後はオーストラリアのクイーンズランド大学の大学院に通っています。待って、なんか変な鳥いるんだけど。留学前にやった方がいいと思うことの一つ目は、ネイティブスピーカーと英会話の練習をするということです。海外の大学とか大学に入ったら、周りはネイティブスピーカーか英語を第二言語として話してる人たちに大半はなると思うので、いきなり英語の環境に放り込まれて困らないためにも、僕は日常英会話の練習から授業内のディスカッションみたいなちょっと難しい英会話の練習まで留学前に行っていました。その練習はオンライン英会話を通してしていました。でもオンライン英会話のサービスを契約してたとかじゃなくて、いろんな会社のオンライン英会話サービスの無料体験レッスンを利用して英会話の練習をしてました。だいたいどこのオンライン英会話の会社も無料体験レッスンは2回くらいまでできるので、本当にいろんな会社を検索して無料体験レッスンをもぎ取ってました出費をなるべく抑えたい人は、いろんなオンライン英会話の会社の無料体験を利用して英会話の練習を留学前にするのもいいんじゃないかなというふうに思います。オンライン英会話の相手はネイティブじゃなくてもいいと思ってて、っていうのは今こういうふうに大学に来てて、周りにはネイティブもたくさんいるけど、第二言語として英語を扱っている人もたくさんいて、逆に第二言語として英語を話している人との方が英語を話すなと個人的には思ってるので、第二言語として英語を話している講師とオンライン英会話をするのも全然ありだと思います。あと僕はここオーストラリアでの大学入学が留学3回目だったので、過去の留学での英会話の感覚を思い出すためにもオンライン英会話を通して英語の感覚を思い出してました。あと僕は出会い系アプリを通して外国の人とたくさん会ってたので、まあ、でもそこでもより実践的な英会話を練習できたのかなって思います。 あとハロートーク、なんか僕は昔ハロートークを使ってオーストラリアにいる学生と1時間長電話をしたことがあって、全然そのネイティブとの英会話はそのハロートークってアプリを使って全然練習できるなっていう風に感じました。なんでそのハロートークってアプリも見てみるといいと思います。まあでもそういうアプリにも変な人がいるから気をつけてください。2つ目は英語で独り言を言うことです。これは本当にもう些細なことでもいいので、今なんとなく思ってることを頭の中で英語に変換したり、実際に声に出してみるとか、そういうことを僕はして英語の脳にちょっとずつ切り替えてました。あと僕はお風呂で湯船に浸かってる時とか、寝る前とかに今日あった出来事とかを実際に英語で声に出して独り言を言ってました。うるさい。次はスーツケースを広げて持ち物を揃え始めるということです。これは当たり前なんだけど、僕は渡航の1ヶ月前からスーツケースを広げて持ち物を揃え始めてました。基本的には変換プラグとかの小物類は全部100均で買って、あとは近くのホームセンターとかアマゾン楽天の通販サイトを利用して揃えてました。個人的に持ってきてよかったなって思うものは、手を拭く時用の中くらいのサイズのタオルと延長コードと変換プラグと洗濯網と、あとお湯が入れられる水筒、サーモスとかの水筒と、あとは携帯ウォシュレットです。携帯ウォシュレットめちゃくちゃ便利なんで、日本に住んでてウォシュレットがないと生きていけないみたいな人は絶対に携帯ウォシュレット持ってくるべきです。マジで携帯ウォシュレットと毎日こんにちはしてるんでもう携帯ウォシュレットは相棒です。僕がこっちオーストラリアに持ってきたものリストは僕のブログ記事にまとめてあるので、この動画の概要欄にその記事の URL 貼ってあるんで、ぜひチェックしてみてください。次は実家とかにあるいらないものをメルカリとラクマに出品をするということです。留学って1年とか2年とか3年とか結構長期にわたっていく場合は、家にあるいらないものはもうどうにかしなくちゃいけないと思うので、メルカリとラクマに出品することで家にあるいらないものも整理できるし、それを整理したことでお金も手に入るんで、気持ちもすっきりするし心も満たされると思います。僕はその売ったお金でその留学に必要なものを取り揃えていたので、本当にメルカリとラクマ使ってよかったなと思ってます。なんか10年ぐらい前のポケモンカード1枚をメルカリで売ったら4000円とかで売れて、マジ最高でした。次はなんとかならさ精神の強化をするということです。これはどういうことかっていうと、どんなに英語が苦手でどんなに不安でも最終的にはなんとかなるっていうふうに個人的には思ってるので、まあ、留学がすごい不安でもう不安で不安で不安で仕方がないと思ったら、とりあえずはなんとかなるっていうふうに僕は思い込んでました。まあでも、まあそのなんとかならさ精神で気が緩みすぎるのも良くないなというふうに思ってて、やるところはしっかりやるっていうふうにしてメリハリをつけていくといいと思います。これは僕の話になるんだけど、今オーストラリアの大学に通ってて、大学院の最終学期でオーストラリア現地の企業にインターンをして、そこで仕事をしながら研究プロジェクトに参加をして最終的に単位をもらうっていう、そのプログラムに参加をしたくて、でも全然その具体的な準備とかもしてなくて、まあなんとかなるっしょみたいなふうに思ってたら、いや全然なんとかならなくて結局締め切りの5日前ぐらいにギリギリインターン先が決まって、事な
気を得たんですけど、そのなんとかなるさって思い込みすぎるのも良くないと思います。まあ、でも、まあ、すっごく不安になったら、どうせもうどうせなんとかなるわって思い込むと気持ちが楽になると思います。次は留学の目的を再確認するということです。何のための留学なのかとか、現時点で自分は留学を経てどうなりたいのかとか、そういうのを留学開始前に考えておくと、その留学がより有意義なものになると思います。僕自身も大学院留学を始める前に、この留学を通してもっとその専門分野の知識とかプラクティカルスキルとかを、それを活用した職に就くっていう風に、目的を定めてました。結果としてそれが今のオーストラリアでの現地就活に生きてると思ってるので、初めに留学の目的を再確認してよかったなっていう風に思ってます。まあ、でもその留学後どうなりたいのかとかは、日々の留学生活を送る中で変容していくものなのかなっていう風に個人的には思ってるので、留学前に最初からゴールを決めるっていうのは個人的にはあんまり意味がないのかなっていう風に思ってます。僕もその留学前には、その大学院留学が終わったら日本の企業に就職をするっていうゴールを定めていたんですけど、結局1年半が経った今はオーストラリア現地で自分のスキルを最大限に活かせる職について、もっと自分らしく伸び伸びと生きて、もっと楽しい生活を送りたいなっていう新しいゴールが見えてきて、今はそれに向かって突き進んでます。次はだらけない習慣作りです。海外の大学院ってすっごい課題が多くて、すごいスパルタなイメージがあったので、だらだら生活を留学前に送ってたら切り替えがすぐにできなくて、ついていけなくなっちゃうんじゃないかなというふうに個人的に思ってたので、そうならないためにも留学前は何かに打ち込んでだらけないでいました。具体的には、僕は今個人ブログを運営してて、今そんなには投稿してないんですけど、留学開始前の3ヶ月間はひたすらほぼ毎日ブログ書いて60記事を生成してました。結果それで月間 3000PV から月間1万 PV まで伸びて、ブログの収益も伸ばすことができました。そうやって何かに継続して努力して打ち込めるものがあれば、海外での大学院の勉強がスタートしてもそれに負けないメンタル作りっていうのもできたのかなっていうふうに個人的には思ってます。あとは別にこれはやっとけっていうふうには思わないんだけど、僕はオーストラリアの大学院に入る前までに約11ヶ月間のギャップイヤーがあったので、そのギャップイヤーで日本のベンチャー企業でずっと有給のインターンに参加してました。その空いてる期間でインターンに参加をして就業経験も積んだので、あ、なんか働くってこういう感じなんだなとか、そのインターンを通して自分の将来のキャリアとかも考えたので、すごく有意義なギャップイヤーを過ごしたなというふうに思ってます。あとはインターンとかもすれば、日本で就活する場合はその留学中の就活にも活かせるのかなというふうにも思うし、すごくいいのかなというふうに思います。あとこっちに来てから留学に来る前にやっていけばよかったなって後悔してることはないです。はい、以上が僕が思う留学前にやった方がいいことです。今回こうやって紹介したけど、自分に合うやり方で留学の準備を進めていただけたらなと思います。最後にこの動画がいいなって思ったら、高評価とチャンネル登録してくださると嬉しいです。あとインスタとツイッターもやってるんで、よかったらフォローお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。I wish I could tell you to stay, don't go, but you're already halfway out there. So I